今回は弊社が使っている製品の中からブチルテープを紹介したいと思います。ブチルテープの粘着剤に使用されるブチルゴムは合成ゴムの一種で様々な特徴を持っています。他のゴムと比べて機体の透過性が小さいため、自動車や自転車のタイヤのチューブやスポーツ用ボールに使用されています。ブチルゴムは気密性の他にも衝撃吸収性、電気絶縁性、防水性、耐光性、耐薬品性、耐熱性に優れているという特徴があります。ブチルテープはこのような特徴を持ったブチルゴムにポリプロピレンフィルム、アルミ箔、不織布、スフルノといった機材を組み合わせたテープです。長期間雨風や日光にさらされても劣化しにくいため、住宅などの建築物に主に使用されます。金属屋根の補修やシーリング、防水シート、断熱材の継ぎ目、サッシ周り、配管のジョイント部の防水や人工芝の固定にも使用されます。ブチルゴムを粘着剤ではなく、そのまま機材として単体で使ったテープで、自己誘着テープがあります。水道管の防水、水漏れの補修などに使用されます。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。以上、ブチルテープの紹介でした。